愛イ,イ湾側より眺めた白龍城道の駅愛イ,イ白龍城は兵庫県愛イ,イ市にある国道250号の道の駅である。また、愛イ,イ白龍城海の駅として国土交通省が推進する海の駅にも登録されている。さらに総称港一帯は港をアシスとして登録されていて港をアシストイオイの基本施設でもある。1986年、 石川島春馬重工、リゾート開発計画、アイオイアクアポリス構想を発表した。ほどなくして、バブル崩壊となるも、市は IH アイラーと共に、1991年に、第三セクター会社、アイオイアクアポリスを、設立、1997年に、市の名物、ペーロンが伝来した、中国の王宮建築を模したデザインの観光施設、白龍城をオープンさせ、抵抗。 米論会館や中華料理店、温泉施設に直下で温泉源を、屈削を中核に据えた。さらに2001年には道の駅、2007年には海の駅にも登録した。会館後、中華料理店は客足が伸びず撤退、代わって2005年から長沢食品の運営する和風レストラン、2019年10月には長沢に代わり招き食品の運営する。 ダイニングレストランが入居している。定古は手狭になり2017年9月に800メートルほど南東へ移転した。さらに場外にはテントが常設され、地元の農産物や土産物、屋台の軽食等が連なり、当初の中華風の構想とは違った、多種多様な賑わいを見せている。いずれも海の駅と共用である。水深は2.5メートル程度。白龍城から、 アイオイポート公園を経て、アイオイ湾港のつぼね地区と、片道約20分で結ぶ、連絡船が1日6往復就航し、通学などに利用されていたが、2012年3月31日に廃止された。港アシスアイオイに関するカテゴリー、アイオイ白流上海の駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。